今回はバランスを取るだけのメニューになります。毎日歩くの習慣にならない、エクササイズしようと思っても三日坊主、そういった方はまずバランスを取ることから習慣にしてください。バランスを取ることで体全体の体幹が鍛えられます。そうするとどの運動メニューをしてもフォームが正しく行えますんで、まずはバランスを取ることを今回のやじろべ続けてもらって、基礎体力を身につけてください。頑張ってみましょう。片足でバランス取るだけです。スマホは持ってても置いててもいいです。今回特別目をつむります。目をつむるとめちゃくちゃバランス悪くなるんで、もしバランス崩したら目を開けて一回体をまっすぐにしてください。それでもバランス取れない場合は足ついてまた戻りましょう。いきます、スタート。目をつむってください。バランス崩したら目を開ける。うお、すでにむずい。うわ、目つむるとマジでむずい。うわ、マジでバランス取れない。うっ、これやべえな。みんなずっと目つむってる人、これ結構すごいぞ、これ。うわ、ケツいって、やべえ、グッ、ダメだ、バランスが取れない。これ相当筋肉使うな、これ。こんなにもバランスが取れないなんて。ああ、目をつむるってやべえな、これ。もうそろそろな気がするな。やべ。オッケー。これはやばい。超むずいし、超あちこち痛い。さあ、反対いきましょう。無理せずやっていきましょう。スタート。これね、これ目つむったら全然できない人ね、目開けたままでいいです。それでまずはね、練習しましょう。マジでこれむずいな。うわ、これほんと水の上に立ってる感じ。どうですか皆さん、集中集中集中してバランス取っていこう。自分が木になってるような気分でバランスを。いいぞ、なかなかいいぞ、なかなかなんか集中できてきたぞ、バランス取れてるぞ。こっちはまだ一回も目を開けてないぞ。お、1分、オーケー、しゃー、1分いったぜ。よし、今度はね、足を歩く感じで振りましょう。これは目開けたままでいいです。いきましょう、スタート。もし足疲れたらね、休みましょう。これもね、こんなに大きくね、歩くときって体を動かさないと思うんですが、反対の足は動いてないかもしれませんが、踏ん張ってるんで鍛えられてます。そして手も足も振ってるんで、歩くよりもね、これ効果的なんですね。しっかり足を上げると腰が丸くなるんで、腹筋も使えたり、反り腰解消にもね、なります。よくスクワットはね、大腿四頭筋でもムキッとしやすい内側広筋外側広筋使うんですが、足上げる際は大腿直筋ですね、ど真ん中使うんで、これムキッとしにくい筋肉なんですね。足痩せにも効果的です。OK、 よっしゃー、反対いきましょう。いきます、スタート。手足わかんねえ、こうだ。しっかりね、腹筋と腰を使って足を動かしましょう。もしバランス全然取れないよっていう人はね、足の指の踏ん張りが弱いんで、これが弱いと体重が前に行ってたり後ろに来たりするんですね。そうすると体のラインがまっすぐじゃなくなって、バランスよく痩せにくいです。しっかりね、
足の裏の力もつけましょう。これをね、毎日、もうほんと朝とか夜とかね、やるといいですね。特に朝がね、ルーティンとするにはおすすめです。OK。今度かかとを上げたままで軽く揺れましょう。スタート。膝はね、少し曲げてたらいいです。トランポリンでね、ちょっとぴょんぴょんする感じで、これでね、しっかり足の指の力がつきますんで姿勢が良くなったりします。結構ね、運動が習慣になりにくい人はね、こう止まる動きとかね、こう揺れる動き、そういう動きがね、まずはね、習慣になりやすいです。筋肉を使うっていう動きはね、割とまだ習慣になりにくいんで、こうバランス取るとか揺れるっていうことがね、おすすめです。で、コロコロメニューが変わるのもね、やはり体ってストレスになるんで、1個のメニューは長いのがね、おすすめ。 OK。 最後1分間足ブラブラして終わり、いきましょう。しっかりバランス取るとね、結構足とか腰の筋肉を使ってるんで、こうやって毎回ねクールダウンって面倒くさがる人多いんですが、これしないとね、まず習慣にならないです。疲れが残ったまま終わってしまうと、必ずまたね、疲れることにストレスになるんで、疲れを取って終わることがね、大切です。はじめの目をつむったやじろべ、皆さん何回ぐらい目開けたよとかね、もう目つむったらできんかったよとかね、よかったらコメントで教えてください。足の疲れが飛んだと思います。OK。 今回の5メニュー、動画を見ながら毎日やってください。目をつむったやじろべえ、ね、これがマジでできてくると本当に体幹が鍛えられるんで、痩せやすい体になります。やった人はコメントください。